はい、では袋駅長です。昭和レトロシリーズ第2弾、昭和レトロの感じられる街として京急線雑色駅ノスタルジーが止まらないというタイトルでアップしましたよ。以前からこの辺りには興味がありまして、今度この辺りをくまなく散策してみたい衝動に駆られました。空港線あたりや蒲田あたりもいい車体が多そうですね。今後が楽しみです。ではでは行ってみましょう。まず最初はね、丸一として第一京浜から雑色駅前に向かって歩いていきます。ここはいろいろな種類のお店が結構並んでますよね。左はお茶屋さんですね。ATM。あ、もう間もなく駅前です。左にね、OK ジャンボサガンというショッピングセンターがありますね。前なかったような気がする。はい、駅前広場です。ここね、前高架になる前はおそらく踏切があったんじゃないですかね。それではね、再び、駅前からまた第一京浜の方に向かって歩いています。ここのパチンコ屋さんシティってなんか横浜の方にもあったような気がするな。雑色薬局、みずほ銀行。はい、それでは再び第一京浜に着きました。ここは雑色駅入り口っていう交差点です。今度はですね、駅の反対から丸2としてJR ラインの踏切のあたりから駅に向かって歩きます。ここは東海道線とか横須賀線なんか通ってる JR の大動脈ですかね。個別指導クローバー塾ですかね。結構シャッター閉まってるところやっぱ多いですね。この辺やっぱ駅からだいぶ離れてんでちょっと寂しい感じですね。うん、花屋さんがありますね。これが左肉屋さんですか。ここは何だったんだろう。たまたま月曜日は定休日なのかな。なんか昔からある店と全国チェーンみたいな店が混在していますね。ここは
七輪焼肉牛しげ牛タン付き食べ放題、うまそうですね。ああお腹空いてきた。うん、うん、焼き鳥クラブ増式店、うまそう。あ安い、これ1本60円これは何だろう、なんか地元のなんかおにぎりとかなんかそんなのって、100円ショップ、どこでもある100円ショップ、パン屋さんですかね。左はパナソニックのお店とか珍しい感じしません？まあ、あれですよね、電化製品というと大体大手のところ行っちゃいますよね。ドラッグチェーン、石焼き芋まだ寒いですからね。あ、焼き芋さんがお芋売ってます。あ、ここ結構広い、ちょっと交差点になってます。肉、わかりやすいですね、肉結構脇の道も栄えてるんですね。今日はさ、月曜日だからみんな仕事を終えて家路を急ぐって感じですかね。ご視聴誠にありがとうございました。ぜひ登録の方もよろしくお願いします。ではでは。